いやーすごいなー、もう10年くらい前来ましたよ。10年以上前だな、15年くらい前かな。これで足りる？1万回くらいやんなきゃいけない。1万回くらい。一二三四五。パンパンな。さっきのところはじゃああんまり入ってない。ああなるほど。走ってる山が。なんかそうだ。こんななんか。ガリガリなやつで。こっちの方が全然メジャーなんで。ああそうですね。へえ。いやいい経験させていただきました本当に。あそうなの。俺は初めてだけどようやく。彼のあの釣りマップ全部走ったところをマーカーしたんですよ。はい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 。スルートのところようやく塗れる。なるほど。いつか行こうと思ってたんで、はい、食べみようかって。あれ見ると面白いですよ。今日持ってんの？あと2体の。あれ面白い。だってあれそもそも何十年前？だから日本一周の時にだから99年。物持ちいいね。全部塗って。で当然ない道もあるんですよ。しょうがねえ、これって書いて新しくできた道。覚えらんないから言わないカーナビとかだから走った道、あれ昔走ったのかルーベク地図に走ってない道を選んで走るの好きな人ってそうやるんですか。そうですね。やっぱ走ったことないとこ走りたいですよね。そうそうそう、探検してみたい、うん、そう。いちいち記録してないもんで、あ、俺ここ行ってないと思う、行こうと思った。え、なんか知ってる人ってみたいな。それ結構多くて、な、来た来た来たみたいな。これ来てるよ。知ってる知ってる。そう、あそこ曲がったら蕎麦やったよね。そうあるみたいな。やっぱりみたいな。うん、洗車場行ってみるよ。全然汚れてなくて。あ、そうですか。今、うん、何の方が汚ねえな。乗りやすい。乗りやすいんだと思う。あんまり比較対象はない。前のよりは乗りやすい。でしょうね。前の。だから、上りの方が大変じゃないですか。俺、上りの方がなんか大変だな。体型を前にしないといけないから、力結構使う。逆に下る方は結構楽だなと思って。重いと下り大変なんでしょうね、きっと。重いんで。止まれないから。そう。今日全部草原で、わだちが入ってて、このわだちかなーって思ったら全然ルートが外れてて、あれでーってまたそっちのわだちの関係で普通の草原、はい、のなんでこっちっていうの道が無数にあるんだよね。どれみたいな、どれが正解、どれ正解なんだよ。だから道じゃなくて方向で行く感じ。そうなんですよ。
太陽あっちに沈んでるからとりあえず西目指せ、はいはいはい、はい、この輪立ちをこう、なるほど、ラリーレイドモンゴルってなんか昔やってたんですよね、はい、ああ、日本からみんなで行って、はいはい、もう40代50代なんか聞いたことある、うん、でそういうやってくれる人がいて、うん、で前もって1ヶ月前とかにバイク預けておくと全部向こうに運んでくれて、で自分たちは飛行機でやってくるね、はい、なんか BM なんか大会とかモンゴルでやってたよね、行った時ありか、うん、なんか国別でこう、あ、そうなんだっけ、 あるある、あの、うん、BM のね技術を競う、あ、そう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 、技術競うやつ、そう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 、そうそう、日本でも予選があって、日本代表が確か5人ぐらいしか選ばれないんだっけな、へー、うん、でチームになって日本チームでいろいろなんかもう走ったりバイクをひたすらこう何百メートル押したりとかすごいな、そうだから技術と体力が一緒にないと勝てない、じゃあその5人は日本代表って感じでいく、そう日本代表で、なんか高崎の人でいるよね、あ、そう有名なおっさん、高崎さんって言ったら、息子さんもやってて、あ、そういうことツアーラテックの社長なんか出てくるね、あ、そうなんですね、そうそうそう、へぇー、まあ、高崎さんも北海道出身で、もうめちゃくちゃ乗りましたよ、へぇー、 GS をもう変わるとこでガンガン乗ってて、すごいよ、女性で、女性ですごいね、そう、すげえな、夫婦でさ、すごいの、あの相模原のツアーラテック、あれ、あそこですか、ね、そうそうそう、15リッターぐらい入るから、あ、そう、じゃあ残り1リッターだけだったんだ、15で3だったな、いや、まだ 2.5 リッターぐらい、17.5 入る、まだ2リッター、結構カラッカラッカラッ、いや、まだ2リッター入る、あと60キロ自分のガソリンある、ある、ある、へぇ、それでもいっぱい入れちゃうとなんかエンジントラブルになるかもしれない。どうなん、でもガソリンラジコンが走るところだよな。ガソリン普通に普通のガソリンかと思ったら違うんですね、ラジコンのガソリンって。へえ、知らなかった。ガソリンって透明な色ついてないんだ。ついてる。ついてる。ついてる。へえ。エンジン系とかそんな。すみません。知ってた？ラジコンのガソリン入れると燃費が伸びるって。めっちゃ伸びる。めっちゃ伸びる。めっちゃ伸びる。アルミテープとかアルミも実験したんですけど、すげえ伸びる。エアクリーナーとか、やっぱ整流効果。あ、そうなの。それだけで。噂には聞いたけど。だってグリップが変わるっていうからね。本当。こういうところにアルミのテープ貼るだけで。マジで。あ、そう。本当にすごい。地球って。ね。地球の不思議。学んでないことがたくさんあるんだ。トヨタが。ディーラーでアルミテープ売ってるんですよ。あ、そうなんですか。普通にバンパーの裏とか貼るように。へえ。それでハンドリングも変わるっつって不思議。F1 マシンにも貼ってあるから。そうなんだ。 F1 は絶対無駄なことしないから。うん、確かに。すごいよ。へえ。
なかなかの角度だな。すげえすげえ。あ、ダメか。